6日目。また女の子だ。あのロボットは一体何だったんだろうね。気になるところではあるけども、おそらく端末の時間操作ですぐに続きとかはプレイできるんだろうけども、それをやっちゃあね、うん。お、なんかこう扉みたいのあるけども。やっぱ一日待って、一日ずつ進めていくっていうのがね、うん。いい妙味になってるわけよ。そしてなんだこの奇妙な団地は。各お部屋があり、とんでもない構造だ。空いているね、ところはちょこちょこあるけども、お、手前に大きな、これ巨大ロボじゃないか、もしかして。前回動かしたあのロボかね。あ、ご飯。あ、そして今日始まりのメッセージなかったね。あのロボですら、うん、始めた時に何かメッセージが出たのに。時刻は過ぎてますね。前時計があった時、確か4時か5時か6時かそのあたりだったような気がするから。夕食時、しかし一人分しかご飯がない。女の子はこれを背負えない。そして再会したと思いきや、仕事の虫のお父さん、相手をしてもらえない。じゃあ席に座って世界不思議発見でも見つつ結構古い方のテレビじゃないか。さすがにあのバチバチバチってあのつまみを回す、チャンネルを回すやつのテレビではなさそうだけど、大丈夫かな。地デジ対応してるチューナーつけてれば大丈夫なんだっけ。今もテレビとか、テレビ自体だったらかなり安くなったもんな。ものには、それはね、ものにはよるけども、今うちで使ってるのいくらぐらいのやつだったかな。結構大きめなんだよね。40いくつかのだった気がする。でもそれこそ昔のテレビさ、10いくつだっけ、12だか14だか16とかさ、それぐらいのテレビがザラだったじゃん。あのまだ奥行きのある重いテレビだった頃って、あの画面でよく見てたねと思うよ。だからあの PS1 とかスーファミのゲームとかさ、改めて大きい画面でやると、キンキン痛いよ。改めて大きい画面でやるとさ、画質のね、粗さがすごい目立つよね。あ、こんな画質だったんだっていう、大きい画面になったことによる弊害というか。そして傘を持つ、いなくなり、え、これ何、雨の中、そしてさっきのご飯もない。なぜうなだれている。仕事で失敗でもしてしまったのか。そしてお家へ帰ろう。もしかしてお家に帰れたのかな、これ。さっきのもやっぱり団地だったのかな。あ、お父さんいない。そして、ん、でかいよ。あ、触れちゃった。まだもうちょい探索したかったけど。丸、ん?ラーン。なんか勉強するとか、そういう学ぶとかそういう系だよな。ラーニングの。3つの丸が集まり、3つの力が1つになる。つまりゲッターか。今度は5つになってるね。マジマジで?混ぜ合わせる。マージ。あ、もう一人の女の子とマージする?出れた。おお、ロボット、おお、ロボット、ロボットいっぱい。この数はちょっとゾワッとしたよ。目が光った。グポーン、モビルスーツの起動音あれでよろしく。いきなり走って追ってくるとかないかな。お、揺れ。これはさっきの外にあった吹き抜けのとこにあった巨大ロボの足音が。お、目が、顔が近寄ってきますね。一生懸命手前に向かって走っている。果たして間に合うか。
これで、これで一つなんとか。あー、四つんばいのロボットが襲ってくるよ。あ、なるほど。これは障害物になってるから、これでつまずかないように走ってってことかな。あ、これ捕まっちゃわない？間に合ったのか。戻れない。やつの確認ができないぞ。あ、ちょっと開いてる。何これ怖い。こういう手前からさ、見ていきたくなるけど、それで急にワープしちゃったりもするから、あれ？閉じ込められちゃった。探索するなら、奥の方からの方がいいのかな。そして何も見えなくなった。松崎しげるしか映ってない。ん？音が。さっきの四つんばいんロボットか？音が近くになってきたけども。入ってまーす。開けてもらった。そしたら？あの筒に閉じ込められちゃってたのか？ん？どういうことだ？さっき追ってきたやつ？こいつは。あえて光の方でなく手前に向かおうとしたが、しかし、進むことはできず。今までこういう光だと思って進んでも、あ、さっきのとこあれか。電池残量がなくなって、こういう光に向かってあのロボットが走っていったけど、ロボット操作時に、うん、電池切れを起こして、途中でついてしまったっていう、あそこだね。なぜそこに来たのか。そして、空だ、ひまわり畑だ。すごく落ち着く雰囲気の背景になったのに、逆にゾワッとするよ。そこに黒い糊が直立してるし、トンネルか。今の背景の中、このトンネルの入り口だけが表示されていた。落ち着く空間も一瞬で終わってしまった。さあ、まっすぐ進んでいいものか。この道を行けばわかるさ。家のドアかね。さっきの団地はお家じゃなかったのか。ただいまと思いきや、円卓のような、どこに座りますか？座った。一人だけ座った。そして移動する。お！いっぱい増えた。私はきっと三人目だもの。そしてあの筒。から、ロボット。全部ロボット。お父さんロボットじゃない、女の子一人連れて行った。今日はこの子にしよう。お父さんがプログラミングした娘を亡くしてしまって、娘のデータをとか入れて娘を作り出そうとした。だからこの娘は娘の体をしているけども、実はロボットが。はい、もしもし、ドッピオです。もしやこの巨大ロボットを動かすの？パパはどこ？あ、ここで？ここで、一言。なんてことだ。ズーン。すり足で。すり足で行けば振動を起こさずに済むね。よいしょ、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 よいしょ。追ってきた、逃げろ。なんか、軽快にスライドしながら巨大なロボットが襲ってくるよ。あ、倒れた。お嬢さん、お待ちなさい。踏んじゃう。やっぱすり足で行った方が。お父さん助ける。うわー、潰した。ためらわずに潰しちゃった。パパはどこ？今いなくなった。ん？また世界が変わり、人工の世界のように。エンド。あ、動かせる。広告が入ってまた明日にならず。
こちらに進めばエンディングなのか。今歩いてるのはこれはなんだ、線路か。これでエンド。一体何だったんだ。俺の考察は半ば当たっていたのか。いや、でもあの巨大ロボットが、わけがわからないよ。すべて夢の世界とかそういうんだったら、ね、どうにでもなるけども、いろいろなお父さん視点だったり、ロボット視点だったり、視点が変わるからね。いいね、この自分で走ってスタッフロール、エンドロールを確認していく。これこのエンドの後もまだ何かあるパターンでしょう。行ってない道とか山ほどあるしね。しかし一日に進めるね、範囲が限られてるのが、クリアフラグ的なものを立ててしまうとそこで終わってしまうのがね。うわー、みんな倒れている。 20%、やっぱりこの女の子もこの朽ち果てたロボットのうちの一つなのか。女の子の体に見えてるのはあれかね、お父さん視点なのか。さあ、さっきまで元気に走っていたが、そのスピードもどんどん衰えていき、 10% を切ったらまたほとんど動くことができず、あ、一気に 0% になった。携帯もそういうとこあるよね。まだ何十パーかあったのに一気になくなったみたいな。リブート、え、じゃあ広告か。美しい港町づくりアプリ、また明日、あ、1、2週目が始まる。